神奈川県横浜市南区、八金町八金町は神奈川県横浜市南区の地名。住居表示は未実施で1.2丁目のあざ町目が設けられている。1944年2月1日に横浜市南区小金町あざ3.4丁目から新設された。町名は小金町と関連付けて名付けられた。1945年5月29日の 横浜大空襲では全域が理災。特に小金町駅が全焼し、ガード下で多くの死者を出した。南区北東部に位置し、東西約640メートル、南北68メートルの細長い町域を持つ。北端には京浜急行の高架橋が通り、東部に小金町駅がある。南端には大岡川が流れ、東から大田橋、栄橋、 白金人道橋、道喜橋、一本橋が架かる。道喜橋が町目の境であり、東が一町目、西が二町目となる。町内には小規模な商店や工場が多く、小金町駅周辺には飲食店も見られる。北は、京急の高架橋を挟み前里町一から四町目、東端は中区黄金町二町目、西端は南大田一町目と接する。 南側の大岡川対岸は、大田橋と八金人道橋の間が中区末吉町4丁目。八金人道橋異性は南区比田町1から4丁目となる。2020年1月1日現在の世帯数及び人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、全域が横浜市立大田小学校及び横浜市立教新中学校の学区となる。 ありがとうございます。